はいどうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。いやちょっとねタイムリーではないけども嫌なアップデート来ましたよね。嫌っていうと怒られるけど、あのスーパードラゴンとドラゴンライダーのね下方修正、まあこれはねやっぱりドラゴンを主力にしている僕からするとちょっと痛いは痛いんだけど、とはいえともやっぱスーパードラゴンって強いんですよね。で、今日は、僕なりにこの下方修正、まあ、どれだけの効果があったのかなっていうのを、考えていきたいというふうに思って動画回してます。で、まずね、スーパードラゴン何が起こったのかってとこなんですけど、タウンホール、14の今レベルマックスのスーパードラゴンってヒットポイントが6700あるんですね。これもともと7000だったんですけど、タウンホール14では300減りました。HP がね、HP300 減りました。で、タウンホール13では200減ってるって、まあ、そんな感じなんですよね。そんなに大きい影響ではないんですよ。ただ、気になるのは、今までギリギリ押し切れていた部分が、もしかしたらこれで押し切れなくなってんじゃないのってところすごくみんな気になると思うんですよ。僕も気になるんですよね。なんで、今回はですね、その辺の、ポイントに絞って、ね、いくつか動画を見てみながら考察していけたらなというふうに思っています。で、まずはね、1本目これ見ていきましょうか。これかな？このアタック。ゼロさんのアタックですね。で、まあ、典型的なパターンだと思うんです、このドラゴンって。この面からスパダラをガツンってこう出していきながら、突撃艦を、これね、ヒュイーンって当てます、ここに。で、ここにクローンをかけていって、ドラゴンたちに関しては、この面からグイーってこう回していく。まあ、ヒーロー、キングとクイーンはこちら側の面をね、こう回していくって、まあ、そんな感じのプランニングになっているわけなんですけど、じゃあ、これが通用しなくなっちゃうのかってところですよね、ポイント。で、まあ、シングルインフェルノは当然ながら、ドラゴンの体力が300増えようが減ろうが、あんま関係ないですよね。ものすごい火力で一気に体力削ってくるんで、どちらかというと真ん中のマルチとか、この辺で、ドラゴンが耐えきれなくなっちゃったりしないんですかってところの方が気になるポイントかなと思います。で、これしっかりバルーン、クローンうまいですね。ゼロさんはスーパーノーバーをかなり得意にしてるので、こういうクローンのギリギリの書き方は多分慣れてるんだろうな、すごい。で、綺麗に中央部にスーパードラゴン入ってきます。このね、まとめ方はかなりうまかったと思う、正直。で、さらに霊場を重ねていって、スーパードラゴンの体力に注目したんですけども、こいつがギリギリ体力の、足りなくって落とされちゃう場面があるかどうかなんですよね。今んとこなくないですか、ほら、こんな感じで。なんか、向かうとこ向かうところ、別に普通にほら突破していきますよね。全然だから、そういう意味では、この攻めを見る限り、スパドラの体力300が、まあ、1個の防衛施設に対してっていうね、1対1で向かい合ってるの場面において、影響してきてるっていうポイントは、僕は見当たらなかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、最終的には、ロイヤルチャンピオンがホーミングシールド残した状態で、きっちり最後まで回りきってるっていう感じですね。スパドラもこれ2体残ってるのかな ?80 枠分こう残ってるわけだから、全然余力がありますよね。これ見る限り、そんなに影響ないんじゃないのっていうふうに思うわけですよ。でね、まあ、結論としては、個人的には、影響あんまりないと思いますね、これ。で、まあ、とはいえ、まあ、当然なんか影響がないわけではないんですよ。あんまりなんですけど、あんまりないと思うってことですね。じゃあ、どういう場合に影響があるのってところもね、これから見ていこうと思うんですけども、一旦これは離れて、ちょっとね、いっぱい飛んでごめんなさいね。なんか編集してさ、全部この辺カットすればいいんだけど、めんどくさがりなもんでね、ちょっとね、片っ端からこう開きながら見ていくんですけど、ハッピーとのアタックですね。これもそう。今と同じパターンなんですけど、真ん中にマルチインフェルノがあって、シングルインフェルノがタウンホール側。まあ、こういうね、典型的な配置。要は、スパドラが刺さる配置ですよね。で、こういう配置が取れなくなっちゃうみたいなことが起こるかどうかっていうのが、まずやっぱ一番心配だと思うんですよ。で、今回のもまあ、今見てもらって分かると取れてるんですね、前回ちゃんと。大砲とかの体力が若干低いので、その辺で進行が早くなる遅くなる的な議論はあると思うんですけど、まあ、とはいえ、対空砲とかね、クロスボウとか投石とか、まあ、その辺の主力の防衛はみんなマックスなので、まあ、そんなに、レベルが低い村ではないですね。ヒーローのレベルもちゃんと高いですね。で、同じように突撃艦にフォームをかけてタウンホールに届けていきながら、逆サイドというかね、外側に関してはここ、キングとクイーンでカットしてます。この対空砲を狙ってますね。これうまいよね。ここに、キングクイーン出しちゃうと、こういう風に出しちゃうと、ここからこう入、中に入っちゃうかもしれないから、序盤はスーパードラゴンでこれカットさせておきながら、こいつですね。させておきながら、キングとクイーンは少し、
先から出してぐるっとね外周ちゃんと回るように運用してますね。これうまいなと思います。で、真ん中のところですね、これ多分ヒール炊いたか今、いやヒール炊いてねえな、呪文フリーズとかを使いながら多分突破してますね。で同じように見てみると、ほらほらほら、これこれ、この辺この辺しっかりフリーズを焚いて、ここのマルチインフェルノを壊していきますよね。で、ここに関しては別にドラゴンの体力が減ったからうんってことはあんま関係ないですね。この次もそう、あのスパドラがここで体力が300高ければ、もう一個押し切れたんだけどなっていうところないんですよ。こう見ていくと全然ないよね、これ本当にマジない。このミリ体力でもちゃんと今ロイちゃんを、相手のロイちゃんを倒しましたよねっていう感じなんですよ。で、こうやって見ていくと、確かにスーパードラゴン、例えばね、対空砲と1対1で戦わせたらどれぐらい体力減っちゃうのとか、まあ、そういうのはあるわけですよ。今まで黄色ゲージだったものが赤ゲージになっちゃいますよね。そういう変化は確かにあると思うんですけど、こうやって実戦の中で見ていくと、まあ、当然そこには1対1ではなくて、他のドラゴンとね、2対1で防衛を殴るとか、またはホーミングシールドがあるとかね、呪文がある、ヒーローがついていってる、罠がある、いろんな要素が組み合わさっていく、この実戦の場面において、今のところこうね、パッと見る限りスーパードラゴンの体力300が、そんな頻繁に減ったからといって、その、悪影響を及ぼしてる場面で出くわさないんですよね。っていうところが、僕の今思っている考察です。まあ、これからね、また使い込んでいって、やっぱり出てくるかもしれないです。やっぱり違ったっていうことはあるかもしれないけど、多分ね、そんなにないと思いますね。こう見ていく限りは。だから、どちらかというと、影響があるのは、こういう時だと思います。ちょっと見てほしいのはね、これなのね。これね。ゼロさんが攻めた、これ。今までだったら、もうちょっと伸びたところが伸びなくなっちゃうっていうケースはこういう時に起きるんだっていうところをね、ちょっとこれで見てほしいんです。で、スパドラをまずこの2面から出してますね。この面から出していって、で、突撃感を当てていきながら、ここに花火を食らわしていきますね。花火を。で、キングとクイーンは、外周を歩かしていくっていう感じの、まあ、プランニングになってるんですね。つまりスーパードラゴン真ん中をしっかりこれで突き抜けてくれようというね形です。花火もいいとこ落としますね。これすごくいいポイントだと思います。僕個人的にはこの位置はいい。ただちょっとクローン遅れたのはもったいないし、ここにクローン2個はいらなかったんじゃないかなっていう気はね、とてもするんだよね。ここにだったらヒール1枚とかフリーズ持ってた方が良かったかなっていう気はしますけど、これさ、こんな感じで、スーパードラゴンがね、中央に入っていく数が減っちゃってるんですよね。こういう風にミスっちゃった場合でも、スパドラの体力600があるとワンチャンこの辺まで壊してくれたり したかもしれない。昔だったら。でも、それができないんですよね。要はやっぱり数が減って1対1みたいな場面が生まれてしまうと、この、脆弱さっていうのはどうしても顔を覗かせるし、スパドラだけで突破しなきゃいけないこういうところ、さっきみたいにヒーローとかと連携すればいいんですよ。スパドラだけで突破しなきゃいけないこういうところっていうのは、なるべく当然体力のキープが難しくなる、もともと難しかったんで、いや難しくなるのでっていう場面と出くわした場合に、やっぱりその、HP が減ってる要因っていうのが出てきちゃうのかなっていう気はちょっとしますね。まあ、だから、しっかりと全開取れて、全開取れるような、なんていうの、形が作れている場合にはいいんですよ。1本目に、2本目みたいに。でも今回の、この3本目みたいに、そもそもちょっとその、プラン的にもしかしたら難しかったかもしんないなっていうようなプランで攻めたりする場合、ないしは、自分が考えてたプランが崩壊しちゃった場合、まあ、今回の場合若干崩壊なんですよね。こっち側にスパドラがこう結構流れちゃったね、こういう風に。本当は壁開けてキングクイーンを中にこう入れていってね、この辺まで全部キングクイーンで見ていくっていう風にすると、スパドラが全部こっちにこう向かってくれたんで、また話が違ったと思うんですけども、こういう風にプランのね設計面とかで少し曖昧さ、妥協っていうのかなをした時に、今までだったらそのスペックでご利用せた部分っていうのがご利用せなくなっちゃうっていうことはやっぱりありますので、まあ総じて全開率は下がるんでしょうけど、その全開率が下がる要因っていうのはプランニングがそもそもちょっと厳しかった場合、ご利用しすぎるプランニングになっちゃってた場合とか、あとはプランを組んだその形から少し外れて崩壊しちゃった場合ですね、今の3本目みたいに。こんな風な場合っていうのはもしかすると前回取れたところが取れなくなっちゃうっていうことは起こり得るかなというふうに思います。
で、まあ、300っていうね、HP がどのくらいの影響かっていうと、これ、ホーミングシールドって、ホーミングの対空爆弾ね。ホーミング爆弾って、ダメージ2400なんですね。で、マイナス300の HP って、例えば、300ね、マイナス。これ、スパドラが6体だった場合は、1800じゃないですか、合計で。その、ドラゴン全体で、まあ、1800の体力が、引かれちゃうこと、計算になりますよね。で、一方で、まあ、7体いた場合、300×7 なので、まあ、2100とかこれぐらいなんですよ。っていうとさ、どっちにしても、ホーミング爆弾の方が、これ、影響でかいんですよね。2400っていう感じで。なので、ホーミング爆弾1個、吸わないようにうまく、工夫ができたりとかすれば、それだけで、その、部隊全体として減ってる HP 部っていうのもカバーできちゃったりとか、あと、対空爆弾がちょうどね、これ、ダメージ290なんですよね。だから、対空爆弾、赤爆弾を1個、スパトラが吸っちゃったみたいな、まあ、そんなようなレベルの、下方修正なわけなんですよ。そんなにね、影響はやっぱないかなっていう風に、改めてこういうところからでも思いますよね。赤爆弾1個って、みんな気にしてやってました今まで、攻めるときにさ、あれ赤爆弾スパガードラが吸っちゃったよとか思わないじゃないですか。なんで、多分いいんじゃないかなって個人的には思いますけどね。そんなに大きく気にしなくても、しっかりと前回取れるプランを組んで、でそれで攻め切ることができれば、まあ、問題なくいけるんじゃないかなっていうところな気はします。はい、ということでですね、本日はスーパードラゴンの体力下方修正に関する考察やってみました。どうでしょう、皆さんのね、とはいえな、こうじゃないのみたいなのがあったら、ぜひぜひ、コメント欄で教えてほしいなというふうに思うんですけども、まあ僕は今のところ、問題ないかなと思って、リーグ戦も使っていくつもりでいますし、まあその使っていく中でね、またね、いろんな考察も生まれてくると思うので、まあそういうのがあったらまた共有したいというふうに思います。というところで、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。こんな格好で僕のチャンネルですね、タンホール13、14中心とした、クラン対戦の解説系の動画を行っております。動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら大変嬉しいです。では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。